大竹市の晴海臨海公園で国際ソロプチミスト大竹が主催する第3回晴海梅園チャリティー梅祭りが行われました。公園内にある梅園には紅梅や白梅、しだれ梅など合わせて48本が植えられていて、見ごろを迎えた早咲きの梅を前に訪れた人たちは写真に収めたり眺めたりしながら散策を楽しんでいました。公園内のテントでは遊休品のチャリティーバザーをはじめ、ぜんざいや焼き芋、地元大竹産のむき身の牡蠣が入った牡蠣うどんなどが用意され、来場者を迎えていました。この梅園は、国際ソロプチミスト認証30周年記念で市へ贈呈いたしました。私たち国際ソロプチニストは、女性と女児の生活向上に向けまして、さまざまな活動を通して国際的なボランティア活動をしております。綺麗だった。どっちとも、ですね、この公園時々使わせていただいているんですが、新しく遊具もできたのでですね、それを見に来て、その時にちょっと初めて知りました。綺麗ですね。やっぱりあのちっちゃなつぼみが可愛いと思います。隣接する管理棟ではお茶席が設けられ、和菓子と抹茶が振る舞われました。そして午後からは子ども神楽が催され、およそ100人が会場を埋め尽くしました。私たちの気持ちを表しております会員が作りました一句がございます。いつの日か名題の梅に夢託し、いつの日か名題の梅に夢託し、皆様に楽しんでいただける憩いの場になればと会員一同望んでおります。晴海梅園の梅は3月下旬まで楽しめるということです。人生最後の在り方について考える講演会が広島市まちづくり市民交流プラザで開かれ、広島市やその近郊からおよそ80人が参加しました。講演会は終末期医療において延命治療を望むかどうかを事前に書面で意思表示するリビングウィルの発行や登録管理を行う日本尊厳死協会中国地方支部が開いたものです。死というものは頭の中とかその文字の上では分かるんですけれども、看取りを自分の身内を本当に身近で行うというふうなのは何十年か前はあったことですけれども、今ほとんどこうその機会がないというか、他社会にあってもまだまだ難しい時代なので、そこで慌てないというか心づもりというか、まあ、準備をする一つの機会といいますか、いうようなつもりで公開講演会を、企画させていただきました。講師は広島大学名誉教授で広島原爆養護ホーム倉掛のぞみ園の前園長鎌田七尾さんです。鎌田さんは倉掛のぞみ園の園長を16年間務め、現在は三原市の本郷中央病院の医師として勤務しています。講演は豊かにそして静かに看取るをテーマに行われ、鎌田さんが施設で取り組んできた看取り介護について事例を挙げ紹介されました。その中で鎌田さんは介護を受ける本人の意思を尊重し最大限叶えられるようにすること、また家族や施設職員への死生観の教育が必要だと来場者に訴えました。それから若い人たちの命に対する教育、
というようなものが今後社会的に行われていってもらいたいなということを。一番大事なのはその本人の意思が大事であって、それに付随してやっぱり家族だったりとかそういった身近な人の思いをしっかりと話し合っていって、あの尊厳ある死に向けてあの事前に話し合っていくのがあのより良い看取りというか、本人も納得するし家族も納得するというか看取りにつながるのかなっていうのは感じました。生きている間は目いっぱい楽しく苦痛なく生きていきたい。でも死ぬ時まで今度は苦しみながらただ寿命を延ばすだけのそういう生き方はしたくない。早いうち元気なうちにこういう自分の意思表示っていうのをしておいて、自分は終末期どんなふうにありたいのか、どんな最後を迎えたいかっていうことを考えておくことがすごく大事だろうと思います。